バークレイズセンターは、ニューヨーク市ブルックリンクに位置する屋内競技場、多目的ホール。2004年に、ブルックリンネッツの新本拠地として、建設計画が立案され、当初の予定では2006年に完成が予定されて、いたが、資金繰りの問題で着工が遅れた。着工前の2007年に、バークレイズが20年契約、総額4億ドルの命名権を取得。 2009年9月にロシア人実業家のミハイル・プロホロフが出資者になったことで2010年3月に建設開始2012年1月に落成し9月21日に一般公開9月28日にはコケラ落としとして JZ の公演が行われた2012年10月20日オスカーデラホーヤのゴールデンボーイプロモーションズが 初めてのボクシング工業を開催。2013年8月25日には、当地で第30回 MTV ベマが開催された。NHL のニューヨークアイランダースは、当地に2015から16シーズンに移転し、ホームリンクアリーナとして使用している。2017年12月、アイランダースの新アリーナとなる UBS アリーナが、 ベルモントパーク競馬場の敷地に建設されることが決定した。新アリーナは2021年11月20日に完成予定である。ありがとうございます。